続きましてはアーティスト活動をテーマに話していきたいと思います。はい、プロレスラーになる以前、肩もみ女子のリーダーとしてアイドルデビューされています。結構過酷なアイドルであった、そんなタム選手が、今夏ぽえ選手とのタッグ、メルティアとしてアーティスト活動をされています。アイドルになりたいなって思ったその瞬間のことを、その気持ちを聞いてもいいですか？なんとアイドルに思ったこともなりたいと思ったこともなかったんですよなりたいと思ったことはバレリーナぐらいですか？そうですね、なんかバレリーナも実際なりたいと思ってたというか、なるものだと思ってたみたいな。あ、習い事 で、はい、でもうバレエでっていうところ。3歳から習わせてもらってて、周りもみんなバレリーナになりたいっていう子しかいなかったから、私このままバレリーナになるんだろうなぐらいの感じだったから、自分からなりたいと思ったことはバレエもアイドルもプロレスラーもなかったんですよね。でもやってみてアイドルすごいなって、舐めてたっていうか、ちょっとアイドルを舐めてたところがあった。アイドルでしょっていう、はい、可愛ければいいんでしょみたいな、その、なるほど。やっぱりバレエとかミュージカルとかって徹底的に技術をこう叩き込まれて、そうですね、はい、もう45度10度か5度のこの角度が違ったところで怒鳴られるみたいな、その技術を極めていくっていう業界でやっていたから、ちょっと緩いだろうなっていう、ちょっと舐めてかかってたんですけど、むしろアイドルの方がずっと難しかった。答えがない、正解がない、何を目指したらいいかは自分で考えろっていう、どんなに可愛くても一番になれない子もいる、どんなにダンスが上手くても一番になれない、どんなに歌が上手くても一番になれるわけじゃない、じゃあ何をしたらいいんですよみたいな、求心力というか、はい、人を寄せる力みたいなことかしら。それでたどり着いたのが、まあ、人間力。なるほど。私はその時はそう思ってて、どういう風に生きてきたかっていうものがパフォーマンスに出るなっていう風に私はアイドルを始めた時に感じて、そういう生き様にファンの人は共感共鳴してくれて応援してくれる、でその応援をダイレクトにこう受け取ることができるのがアイドルのすごいところだなって。ミュージカルはやっぱりちょっとこうこっちの世界と見てるお客さんの世界、そこにこうやっぱり大きな壁があるから、アイドルはそれがないんですよね。もうお客さんの席と自分のステージとで一つの世界、ここの会場全体で今生きてるんだな、同じ人生を歩んでるんだなって感じがして、私は本当になんていうんですかね、びっくりした、びっくりしたとにかくファンの人っていうのもどんどん濃くなってくると思いますし、はい、あの肩もみ女子ということで、肩もみ、肩を揉むことっていうのが、私はそれを初めてした時にすごいなと思って理由としては、肩とかってすごい人の気もらうじゃないですか。あ、私はそう思ってて、やっぱ肩とかを振って触って大丈夫だよとかする時とかって、すっごい気もらってるなって感じがするんですよ。なんかその肩を揉んでお客さんのことを癒して、そしてステージでもっていうのが本当に凄まじい経験をなさっていた、まあ、本を読ませてもいただいて、あのすごいかったんだなと思いながらも、当時の経験が今の活動につながってるなというか、生きているなって思う瞬間はありますか？人は一人じゃ生きていけないんだなってそこで知ったっていうか、私結構ぼっちでずっと人生、友達いなくて、あんまり人と関わらない人生を送ってきたんだけど、アイドルを応援してる人はそれを人生の糧にしてくれるじゃないですか、でそれって自分が本当に生きてるなって、私が生きてるっていいんだって思えた。その時それこう生きる力の交換の試合というか、そうですね、こうやって人って生きていくんだなって、やっとなんかそこで人が生きる意味が分かったみたいな、それは今の私のプロレスにはなくてはならない気づきだったなって。私が生きる意味は、私のこうやって命をね、ステージとかリングで燃やしている様を見て生きる希望をもらってくれる人がいること。伝わりますすごく素敵です。ありがとうございます。現在は夏ぽえ選手とのタッグ、メルティアとしてアーティスト活動をなさっています。今歌をやるっていうことに対する思いっていうのが、勝手に感じて
そしてこの人と一緒だったら出したい、もう一回やりたいっていう風に、で夢もう一回言いたいっていう、そこにすごいドラマティックな感じを受けて、自分もいますになって歌をやるっていうのはすごい不思議な感覚なんですけど、自分からやりたいっていうことではなかったんですかね。それこそ本当に全部のタイミングが一致したっていう感じで、そうなんや。私はもう歌にな未練とかなかったんですよ。ミュージカルダメで、アイドルダメで、武道館とか立てなかったね、まあ、それはもうそれのその話で終わった、うんうん、私はもうプロレスラーとして生きていくんだって思ってたから、もうやりたいとか一個もなかったんですけど、うん、なっちゃんがタッグを組んでくれて、うん、入場曲を2人の作りたいねって話をした時に、あ、なんか歌詞とか自分たちで書きたいよねって。あー、そっか。なんか人ってこの人生の中で諦めてきたもの、うん、いくつかあると思うんですけど、うん、その諦めてきたものを回収しなければそれ以上先に進めないっていうポイントは出てくると私は思ってて、そういう諦めてきたいくつかのものを回収する旅だと思ってるんですね、この私のプロレス人生っていうのが。私ここで歌っていうものを取り戻さなきゃいけないんだなって、うん、その瞬間思った。夏っぽいが隣に来てくれて、自分の気持ちもそうだった、うん、そのタイミングが全部一致して、分かった、じゃあやるんだったら武道館目指そうって二人で話して決めました。まだまだ中野タム選手と話したいこと、聞きたいことがあるんですけども、なんと今日のためにタム選手がたくさんの質問を私に対して考えてきてくださいました。いっぱいある。嬉しいです。なるべくたくさん答えていきたいなと思います。タムは、うん、ユニットのリーダーをやっていて、うん、今若手の育成についてすごく悩んでます、うん、手を貸すことはいくらでもできるけど、最後にチャンスをつかむのは本人自身の力でしかなくて、うん、私が施せる限界をすごく感じてるんですね。アブ、うん、ちゃんが0年0組の担任として、はい、うん、生徒たちの力を極限まで引き出すために心がけていることなどを教えてほしいです、うん、絶対誰にも見せたくなかったり、自分が整理がついてない場所っていうのが一番の武器で、うん、でもその武器を取ることがなんかできない、うんうん、っていうことがあると思う、うん、その武器を見つめて、いち早く、うん、本人が気づかないぐらいかもしれないし、私は分かってるよっていう言い方かもしれないし、そば、うん、で見つめて、うん、一緒に持とうとかではなく、うん、その持つところを、うん、持ったらいいから大丈夫よって伝えていく、うん、全然持っていいなって、うん、持つことをすごく恐れてると思う生徒が私にもいて、うん、その生徒が持ったんですよ、私の番組で、はい、うん、やっぱりすごい輝きでしたね、うん、自分がダメだと思ってるところ、うんうん、それが武器、うん、それに引きつけられてみんな集まってると私は思います。わー、すごいヒントもらいました。あ、そうですか、はい、ありがとうございます。よかったです。そしたら2番目の質問に、はい、その2、はい、タムは歌もプロレスも人の命や魂の燃えている様に感動が生まれるものだと思っています、はい、プロレスの試合なら30分間という時間に、うん、命を燃やし尽くすことができるのですが、うん、歌は5分、うん、時間がない中でアブちゃんさんは一番何をどう見せることを心がけていますか。一番は人間を超えること。人間を超える、うん、曲を表現するだけじゃなくて自分の輪郭っていうものを超えるためにやってると私は思います。その感覚プロレスラーでも分かりますかね。どうなんだろう、輪郭超えてらっしゃるなって思うとき何回かって輪郭超え、あらーってすごい輪郭があってすごい面白い、すごい概念になってるって思いながら概念わーって思った。でもそれはもうなんか試合を見ていて、それこそ熱狂だったりとか、まあ、いろんな場面でその私が高ぶる瞬間は何かもう体と体がっていうだけじゃなくて心だったりとか、うん、ぶつかってる瞬間はすごく私にとっては輪郭超えてるなって。アブちゃんの選ぶ言葉すごい面白いですね。ありがとうございます。輪郭超える、輪郭超えていこう。あら、自覚的に超えていくっていうのすごい楽しみです。そろそろタムさんとのタムプリントのお別れの時間となってきましたけども、中野タム選手がプロレスラーとして活動することの原動力を話していただけますか。原動力というか、うん、プロレスは私の人生そのものです。人生を見せてくれてありがとうございます。こちらこそ、人生
共に人生を生きてくださってありがとうございます。あー嬉しい、ファンは共に生きれるから嬉しいです。今日のこの回とても私にとってこんなファンとして、こんな近距離でこんな姿を見させていただいたことすごく嬉しいです。忘れないと思います。私は私も忘れられない一日になりました。ありがとうございます。ありがとうございましたということで今日は宇宙一可愛いアイドルレスラーの中野タム選手をお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。ジョーバチのボーカルアブがナビゲートしてきましたワーミュージック、いかがでしたでしょうか。こんな至近距離で素晴らしいお話を、インタビュアーになった気分でした。こんなにたくさんの話を聞くことができてとても嬉しく思っています。次回のゲストは歌代ニーノさんです。今月ですね、アルバム12次元でとてもサグいやばいコラボ曲を出しております。とても素敵な方なので素敵なところが伝わればいいなと思っております。来週もこの時間にお会いしましょう。ここまでのお相手はジョーバチのボーカルアブでした。ごきげんよう。